新川通は、利根川の稼働で、埼玉県加須市の沢、麦倉から破体に至る全長を 4km を流れる。利根川当選事業の一環として稼働が開作された。江戸時代以前、利根川は一旦、主要分流である海の川、浅間川などに分かれた後、加須市川口で再合流し、小利根川を通って、東京湾へ注いだ。海の川を分流した後の利根川は、飯泉村で、 さらに分流し、合わせの川と浅間川とに分かれた。合わせの川は渡瀬川と合流した。浅間川はさらに、沢村で分かれた湾曲した分流が、加須式で渡瀬川へ合流していた。元那7年に渡瀬川に合流する浅間川の分流を直線上にショートカットさせる新川2通を改作し、これに利根川本流を通した。また、 権元堂川を拡幅し、以後は、新川2から権元堂川、太日川を経て、江戸の内海に至る流路が、利根川の本流となった。上皇3年、破壊の2キロメートル下流から赤堀川が改作され、日立川に接続し、現在は利根川本流が流れる。天保9年に、合わせの川と浅間川は、流頭部分が締め切られ、廃川となった。 進化は2には、利根川の水が集中して流れることになった。昭和22年、カスリーン台風による増水で、進化は2の南岸の北埼玉郡、東村付近で堤防が決壊し、東京湾に至る直前まで洪水が達した。現在、この地点には高規格堤防が作られている。ありがとうございます。